たいことがあって、うん、R ちゃんの動画で女性用が流行ってるみたいな、うん、その女の子の間で、うん、どうなんですかその女性用。確かにその話はめちゃめちゃ聞きたい、うん、え、本当にマジでハマる、今ハマってる、ハマってる時、うんうん、なんかマジ気軽だし、え、普通にお金払ってその時間尽くしてくれるだけだったらマジ楽、うん、まあ確かにね、適当な男性と遊ぶとさ、うん、なんか変な噂流されたりとか、めんどくさいっていうか、別になんか感情移入もしたくないし、うんうん、感情持たれたくもないし、うん、もうお店と自分、あの客の関係、うん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 、めっちゃ楽。イケメン多いんですか？イケメン多いよ、マジ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 だって見てみたい、マジでイケメンマジで多いよ、イケメン多い、マヤは行くなよ、もう絶対絶対不採用だよ、え？絶対セラピストだったら絶対不採用、全然行けますよ、全然行けますよ、フォロワーの人数で抱えてるんで、フォロワーの人数があるとね、あ、ナンバーワンいけるかもしれない無理だ絶対いいでしょ、この人に。でも一回 JP がセラピストで合格したら一回利用してみたい、おぉそれはね、なるほどね、絶対合格しよう、マジでどんな手使ってもどういう面接があるんでしょうね。でも審査厳しいらしいよ、マジ顔審査も厳しいし、セラピストデビューまで結構な講習を受けなきゃいけない、え、K-POP？K-POP みたいな、そんな応援期間みたいな、20みたいな、何それ、厳選されたもうやつたちがいるわけ、もうそれはもうね楽しいよ。でもちょっと本番、あ、そう、本番できない、本番できないけど、でもなんか本番いけちゃうんじゃないみたいな、そのギリギリラインが楽しい。あの、その、男性が行く方は、うん、その本番無理やりやろうとしたらダメじゃないですか、うんうん、なんかやりたそうな顔をさせたい、わかる、あ、逆にね、うわ、なるほどね、別にこっちから誘わなくて、入れたそうだなみたいな、なるほど、そこまで持ってくのが楽しい、なるほど、触るのはあるじゃないですか、ある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 、口は口もあり、え、じゃあもう男とか、え、我慢できんのそれ、え、そう、アールちゃん来てんだよ、ほんとそれだよ、担当日、担当日、え、その担当は行っちゃダメなの、行ったら仕事としてダメってことなの、え、そうだよ、もちろんダメだよ、本番したらもちろんそれは、いや、口で、あ、口ではいいんじゃない、どうなの、え、行かせたことあります、ないないない、まだうちは自分から責めたことない、もう自分だけ責められて終わりみたいな、なるほどね、いいね、いいよね、マジでどうする、マジでわかる、あやちゃんが利用してたらどうする、あやちゃんが利用してたら、いや本当にその、あの担当を詰めるかな、でも無理な人は本当に無理って言うわ、ダメ、なんか好きでもない人だからやっぱり無理とか、うち好きでもない人の方が楽なんだよね、なんか好きだとなんか辛いじゃん、確かに確かに、ちょっとなんか会えないとか、どうだっただろうとか、自分が今ちょっとなんか気持ちよくできてたかなとかなるじゃん、好きだったら、でも好きじゃないからどうでもいいんだよね、わかります、それはわかります、本当にわかります、まあもうこれ店行ってるあるあるですよね、だって僕は店行って21歳の時とかもうすっごい行きがりたい時期じゃないですか、特にさせてみたいな、でタバコ吸うのいいのね、めっちゃいけるじゃん、さ普通にさ、そのなんていうんだろう、普通に口説いてホテルに行ったことかでそんなことやったら失礼じゃないですか、失礼失礼、めちゃめちゃ、でもお金払ってるからそういうことできるじゃないですか、そう、こっちはお客さんだから、うん、そう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 、でもなんかいい客でいたいって思う、あ、そうねえねえねえ、めちゃめちゃいい人でする、一応アイス、そう、一応アイスよね、めちゃめちゃアイス、その、アイス、いや、なんかお金とかもシビアじゃないし、私は別に本番とか求めたりしますけど、お金も全然出す出す出す、いい客ではありたいよ、わかるわ、マジで俺超いい客で帰ろうっていう、めっちゃ気使うだろ、その、え、お風呂とか大丈夫ですかみたいな、タオルとかみたいな、わかるよね、タオルとか、めっちゃわかる、めちゃめちゃ丁寧にやる、めっちゃわかる、なんかプライベートのさこととか聞くお客さんとかいるよねとか、大変だよね、そう大変なんですよ、だよねみたいな、私はそんなことないから、ちょっといい客だな、あ、わかる、だって俺終わったら話さなきゃいけない時間とかあるけど、いやもう、え、疲れてるよねみたいな、もうマジ話さなくていい、あ、マジかー、自分が話したくない、違う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 、あ、もうマジで俺いないと思っても全然携帯とかいじってもらう、タバコも全然吸ってもらっていいし、俺も全然大丈夫だ、でもでもお金は払うってね、みたいな、やるわ、やる、マジわかるわ、これは勉強になるね、盛り上がりすぎた、質問じゃねえ、ということでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメント、無断転載お願いします、じゃあねー。